ほんまですか？そう。その方ですか？その方です。ネロジンチャンネル。道をダッシュしてあいつはほんまにすごいなってどうせ自分なんてが口癖で真似なんてできないって諦めてそれでええ真似なんてせんでもええそれは自分の夢ちゃうやんけ君が、はい、なんていうの俺のさアホじゃないからさ法律調べてるよ何回やってんねんっていう話やんかラジオライブほな行こけ気を取り直して歌いたいと思います、今日集まってくださってありがとうございます声が枯れないようにとかそういうふうに思っちゃうんですけどライブ始まったらもうどうでもよくなるんですよね余力なんか残してもしゃあないなって思ってますこれ今34都道府県目ですけどマジで一軒一軒もう今日で終わっていいやって思って歌ってますそれぐらいやっぱこうやって実際に会いに来てくれる人たちが、すごい貴重で大切で自分を信じてやってきてよかったなって思います本当に今日はありがとうございます昔から僕は強がってましたでも今は心の底から、言えます僕はほんま一人じゃないなって思いますこれからも歌い続けたい曲ですそして僕のように孤独を感じて悩みを抱えている人に届けばいいなって思ってます一人じゃないという曲を聴いてくださいよろしくお願いしますつくいようのない偽りの笑顔でざっとの中風に吹かれ誰からも声かけられないままで孤独の海を一人泳ぐ固く閉ざした悲しみの向こう心開いて僕の言葉を受け取って一人じゃ信じよう「その涙も心の奥を震おうしこれから」
始まる素敵な新しい出会いのために優しさに変わってく。ありがとうございます。そうやな、20代の頃に必死になって音楽で飯なんとか食われへんかってライブハウスツアーをよくしてました。お客さんがいない、地方のライブハウスでスタッフに向かって歌ってライブが終わった後に楽屋で君は絶対売れないと言われました。みんなもさ、俺思うねんけど、お金になるとかなれへんとかさ、そんなこと結構気になるけどさ、俺も散々お金になれへんからそんな夢やめとけって言われまくってきました。でもお金にならへんって良くない？この1回しかない人生で見つけたやりたいことにそんな値段なんかつけへんと思うねんな。別に金になれへんくてもええやん。ずっとやり続けたいと思ったら自分の心に正直になってきたらええやんか。そう思いませんか？僕その気持ち一つで徳島まで来れてるんで、皆さんもできないことないですよ、ほんまに。これからもっとね、結果出して皆さんが応援してくれてる気持ちが正しいということを証明していきますんで、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。あ、ほんまですか？そう、その方ですか？その方です。すごっ、マジで。YouTube 撮影します。そうやな、徳島、ここ徳島か。ここゆかりの地じゃないですか？ゆかりの地、寂しかったんですけど、でもなんか素敵な出会いがあったので、あそこでやりたいなと思って、これこれ、ちょっとわがままで申し訳ないです。あ、ほんまですか？そう、その方ですか？その方です。すごっ、マジで。ありがとうございます。マジで、来ていただいたんですか？そう、僕が持ってたお酒。うわー、すごい。ちょっと震えますわ。言うてくれよって言ったんで、昔のサインらしいね。やばい、ありがとうございます。やばくない？いや、今日あそこでやってよかった、一曲だけでも。でも一個一個の出会いってほんまにさ、奇跡的やからな、マジで大事にしてきました今まで。だからやっぱこう覚えてるんですよね、そういうなんかこうね、一個一個の出会い、うん、顔見た時にうわーって思い出すし、やっぱり結構僕記憶力ない悪いんですけど、なんかそういうことは思い出すんですよね、結構ね。あ、ほんまっすか？人と比べて落ち込んでた。